はいどうも皆さんこんにちは、カニコでございますということで、本日の食材がこちら、エビスダイっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして本日の食材がこちら、エビスダイ。このエビスダイね、鱗にねトゲが一つ一つあるんですよ。ちょっとキュウリでこれ見とってくださいね。こうやって擦れるぐらいの、こうやって野菜が擦れるぐらい、このほんと金おろしみたいになってるんです。ほんとおろし器みたいになってるんですよ、鱗が。それでは今日はこちらのエビスダイを使ってカルパッチョを作っていきたいなと思います。まずはこの危ない鱗を取っていきましょう。これ見て、この鱗、ここにこうトゲトゲがついててね、でおまけにめちゃめちゃ分厚い。ほらめちゃめちゃ分厚いの。このようにもう鱗が取れましたんで、これで安全ですね。そしたらまず頭を落としていきます。中もちょっとさ、こうピンクっぽいのね。内臓には何も入ってなさそうだね。はい、そしたら3枚に下ろしていきます。身はね、結構分厚いっすね。なんかね、あれみたい、キンメダイとか、なんかそういう魚に近いのかな。はい、そしたらこういう感じ、3枚におろせましたんで、腹骨をすいていきます。腹骨は結構きついね、これ。ここにね、中骨が入ってますんで、こう割ってあげます。ピンセットで抜いてもいいんですけど、今回は割って確実に中骨を取っていきますね。はい、ではこういう感じにね、おろし終わりましたんでね、これに軽く塩を振っていく。身の方にほんと少しだけでいいです。これで冷蔵庫で10分ぐらい寝かします。はい、10分経過しました。ある程度身が締まりましたんで、こっちの皮目だけ指でいきます。そしてすぐさま冷やす。水気をきれいに取っていく。これ見て、めっちゃうまそう。はい、そしたらカルパッチョにかけるソースを作っていきたいなと思います。材料は3つ、オリーブオイル、ポン酢、すだち、この3つですね。うまい。はい、じゃあそしたらこれを切ってお皿に盛り付けていく。はい、じゃあ完成、いただきます。よし、じゃあ食べていこう。これはうまそうだよな。本当に見た目キンメダイですもんね。それじゃあね、まずエビスダイのハラミからいただきます。いただきます。うん、これうまいね。皮ついたまま湯引きにしたの大正解だね。皮のところにものすごい脂があって、すっごい美味しいね。身自体もね、マダイっていうよりはね、キンメダイ寄りだね。ベビーリーフと一緒にいただこうかな。いただきます。うめえ。これ女子が食いつくやつだわ。彼女とかに、わあエビスダイが食べたいって言われたらね、これ作ってあげたら間違いないですよ。それじゃあね、今日はこちらのエビスダイのカルパッチョときたら、ドリンクこちらでやっていきたいなと思います。せーの、じゃん、銀色のやつ。今日はうまくいくかな。さあ来い。あ、ちょっと泡立てすぎたか。いや、そんなことね。じゃあ6対4、綺麗な64。いただきます。おう、うまい。それじゃあゆっくり食べていくよ。まで落ちた。4、5、6、7までいかんな。7までいかんか。1回あごんまで下がって4。なんだこれ。5、6、7行くか。7まで行け。7、8、お、来た。あと2人、あと2人。
あと一人来たー来たー、しゃー